皆さんこんにちは。芸能人には顔の造形が良いがあまりハーフではないかと言われる芸能人たちが多く存在します。実際のところそのほとんどは希望混じりの憶測の域を出ませんが、確かに日本で活動している芸能人の皆が皆純日本人というわけではありません。アフリカ籍や韓国籍などを持つ芸能人も存在します。その中でも今回は韓国籍を持っていたことのある芸能人たちに関する歴史の糸をたどっていきましょう。ジョニー・大倉、1972年、ロックバンドキャロルのギタリストとしてデビューし一世を風靡したジョニー・大倉さん。キャロルが解散した1975年にキャロルのメンバー4人の共著「暴力青春」で自身が在日韓国人2世であることを、僕は故郷の土を踏んだことのない在日朝鮮人だとカミングアウト。韓国名はパク・ウナンで1975年に主演を務めた在日韓国人をテーマにした映画「異邦人の川」が韓国の名義で出演しています。出身地は神奈川県川崎市のため、ジョニー・大倉さんは韓国の地に行ったことはありません。在日韓国人であることを明かした「暴力青春」では自身の生い立ちについても赤裸々に明かしており、韓国人であるがゆえに苦労した過去を語っています。ジョニー・大倉さんは2役の親方である父親と韓国人の母親のもとに在日韓国人として生まれ、神奈川県にある外国人の居住区で暮らしていました。父親は船荷を上げ下ろしする仕事で親方を務めるなど比較的安定した職に就いていたため裕福な生活でしたが、ジョニー・大倉さんが5歳の時に亡くなり、その後は母親と共に苦しい生活が始まります。ジョニー・大倉さんの母親は正妻ではなく愛人でした。父親を亡くしてから3人の子供を1人で育てることになった母親は韓国人ということもあって川崎市の朝鮮人部落に身を寄せて暮らし始めます。しかし在日韓国人ではあるものの、日本で生まれ育った母親は朝鮮人部落に馴染めず、1年経たずしてそこを離れ日本人社会で生活するようになりました。ジョニー・大倉さんも日本で生まれ育ったことから自身が韓国人である意識はなかったようです。ですが子供時代には北朝鮮の帰還事業の影響から学校でいじめられていたとのこと。白龍さんは韓国人の父親を持つ在日韓国人2世で、戸籍名はデン・テイイチ・チョン・ジョンイルという、すでに日本に帰化しているようです。ごく普通の少年時代を送り、高校は陶芸の町ということもあって陶芸について学ぶことのできる学科があった有田工業高校に進学します。白龍さんはそこで音楽サークルを結成し、やがてアマチュアバンドにまで発展しました。高校卒業後、白龍さんはプロになるために上京し2年ほど音楽活動をしていましたが、結婚を機に故郷に帰ったそうです。帰郷後、白龍さんは家業を手伝いながら生計を立てていましたが、チェロに一目惚れして九州交響楽団のチェロ奏者に指定するなど音楽に強い未練を残していました。そのこともあってか、白龍さんは26歳の時に再びバンドを結成し本格的に音楽を再開させます。そんな中、1980年に韓国にて軍事クーデターに対する抗議デモを武力鎮圧する光州事件が発生しました。自身が在日朝鮮人ということもあって白龍さんはこの事件を人事とは思えなかったそうで、このことを歌った光州シティをリリースします。しかし当時の前都官政権から日本政府に対してかなり強い圧力がかかったとのことで、ファーストアルバムのシンパラムは発売禁止処分を受けることとなりました。当時の白龍さんにとって大きなショックであり、しばらくの間はライブを中心に日本中を駆け巡る日々を続けたそうです。張本勲、なにわ商業高校から東映フライヤーズに入団すると1年目から活躍して新人王を獲得し、プロ野球最多の通算3085安打500本塁打300盗塁、
16度のシーズン3割を達成するなど輝かしい成績を収めた張本勲さんですが、日本国籍ではなく大韓民国籍を持っていることで知られています。張本勲さんの本名は張文で、生年月日は1940年6月19日生まれ。この日付は韓国暦の6月19日で、日本暦とは少し違うそうですが、韓国暦を基準にしているそうです。張本勲さんは父親と母親が在日韓国人で、日本で誕生して日本の教育を受けて育ち、韓国では一度も暮らしたことがないものの、帰化はしていません。それは日本に渡ってきて死ぬまで日本語を覚えようとしなかった母親の影響を受けているからだそうで、張本勲さんは幼少期から在日韓国人であることを隠さずにオープンにしてきたそうです。ただ張本勲さんの時代には差別を恐れて自身の出自を明かす人はほとんどいなかったとのこと。とはいえ帰化することに心が揺れたこともあったといいます。東映フライヤーズに入団する際、当時の野球協約では各チームの外国人枠は3人だけ、韓国籍の張本勲さんが入ると4人になってしまうことから、東映フライヤーズの社長で球団オーナーである大川博司さんからは帰化を勧められたそうです。しかし母親へ相談すると、とんでもない、母国を売るくらいなら野球をやめなさいとものすごく怒られたのだそうです。その話を大川博司さんにしたところ、大川博司さんは協約の改定を連盟に進言してくれたそうで、1959年2月には、1945年以前に日本で生まれた者は日本人とみなすという趣旨のみなし協定ができ、張本勲さんは帰化せずとも日本人選手とみなされ、プロ野球人生をスタートさせることができたといいます。和田アキ子、芸能生活は51年、 NHK 紅白歌合戦でも何度も鳥を飾った。芸能界のドンとして多くのパイプを持つ和田アキ子さん、週刊文春2005年8月18日夏の特大号では、自分が日本人ではないと知ったのは中学生の頃、区役所に行って分かったと語っています。この中で両親は韓国の出身であり、和田アキ子さん自身が在日韓国人2世であることも告白していました。ただ出生地である日本で生活してきたことにより、韓国語に関しては全くと言っていいほど話せず、書くこともできないとのこと。大阪府大阪市生野区鶴橋で育った和田アキ子さんは、幼少期在日韓国人としてかなり差別されたそうです。済州島出身者の父親に、朝鮮半島の慶尚南道出身の母親を持つ和田アキ子さんは在日韓国人2世であり、本名は金牧者で通名は金海福子でした。韓国から日本に帰化したのは1971年7月。和田アキ子さんは時すでに帰化していた叔父との養子縁組を経て養女となり、同時に名前もアキ子と改名して和田アキ子となりました。通名に関しては在日韓国人の差別化を防ぐ名目もあり、この氏名を用い生活することがとても多かったのです。このように帰化を申請したことについては、和田アキ子さんの父親が自分の娘が芸能界でデビューする際に在日韓国人だと悟られないようにするためにだったようです。松田優作、1970年代からドラマ「太陽にほえろ」や「探偵物語」などで活躍したアクションスター俳優の松田優作さん。松田優作さんは1973年に刑事ドラマ「太陽にほえろ」のジーパン刑事でカリスマ的な人気を博していましたが、同時期に現在は松田優作という通名を使って活動をしていますが、僕が在日韓国人だとわかると皆さんが失望すると思います。という理由から日本国籍を取得して帰化し、本名が松田優作となりました。松田優作さんが帰化する前の名前はキム・ウジャであり、日本人の父親と在日韓国人1世の母親、
金子さんとの間に生まれたハーフでした。松田優作さんの生い立ちが明かされたのは没後から約10年後のことで、嫁で作家だった子松田美智子さんがファンクラブの会報の中で公表しました。週刊誌の週刊現代では次のように報じられています。優作は下関の遊郭で生まれ、非嫡出子であったことなどは特にてらいもなく明かしていました。しかし自らがキム・ウジャであったことは死ぬまで隠し通してきたのです。在日であることが知れたらファンは夢を裏切られた気持ちになるという優作の悲痛な文章も残されています。また松田美智子さんは次女永遠の挑発、松田優作との21年や越境者松田優作の中で松田優作さんの生い立ちについて克明に記していました。山口県も在日韓国人が多い地域として知られていますが、松田優作さんも山口県下関市にて日本人の父親と韓国人の金子さんとの間に非嫡出子として生まれました。非嫡出子ということで松田優作さんの両親は結婚しておらず、父親は長崎出身の保護司で当時39歳であり、故郷の長崎には妻子のいる身だったことから金子さんの不倫相手でした。松田優作さんには異母兄弟と異父兄が2人おり、後者とは仲がとても良かったものの、成長するにつれて自身の生い立ちに気づき始め、次第に孤独を抱えるようになっていきました。布袋寅泰、同級生だった氷室京介さんらとロックバンドボウイを成功させ、その後吉川晃司さんとのユニットコンプレックスを経てソロのミュージシャンとして確固たる地位を築いた布袋寅泰さん。布袋寅泰さんは2006年に出版した自叙伝秘密の中で父親が韓国人であることをカミングアウトしています。母親は日本人とロシア人のハーフですが、国籍は日本のため通名などはなく布袋寅泰が本名のようです。布袋寅泰さんは半分韓国人の血が4分の1ロシア人の血が流れている混血ということになります。布袋寅泰さんの父親は基本的には家にいないことが多かったため、ほとんど母子家庭状態で育ったようですが、父親が帰ってくると非常に厳しいしつけをされたそうで、食事の時は家族全員が清掃をしてテーブルマナーを徹底的に教え込まれました。一方で布袋寅泰さんの母親は厳格な父親と対照的に天真爛漫な女性で、一時期は地元高崎駅前でクラブ経営をしていたそうです。布袋寅泰さんはファンの間ではレコードマニアとして知られているほど、学生時代から非常に多くのレコードを買い込んでいました。布袋寅泰さんの父親は貿易関係の仕事をしていたため海外を飛び回っていたようですが、母国韓国には家族を持っていながら日本の妻という名目で布袋寅泰さんの母親を愛人にしていました。そんな父親らしい父親ではなかったことから、布袋寅泰さんは軽蔑し、ずっと拒絶して距離を置いてきたようですが、歌手の山下久美子さんと離婚して今井美樹さんと再婚し、2人の娘に恵まれています。自身が父親になったことで心の余裕ができ許すことができたのでしょう。岩城浩一、硬派バイクチームクールス出身でアウトロー俳優として活躍してきた岩城浩一さん、2017年4月5日に帰化して日本国籍を取得しており、官報の情報から元の韓国名はイガンイルであることが判明しています。当時差別の根強かった日本において、在日韓国人朝鮮人の芸能人は在日であることを事務所から伏せるように言われるそうですが、岩城浩一さんは芸能界デビュー当時から韓国人であることをカミングアウトしていました。矢沢永吉さんのロックバンドキャロルの親衛隊で知られたバイクチームクールス時代のメンバーだったジョニー・大倉さんも在日韓国人であり、岩城浩一さんらは当時マスコミや雑誌のインタビューで、俺たち二人は在日だよ、だからなんだってんだ、同じ人間じゃねえか、なめんなよ、
と答えていたようです。ちなみにジョニー大倉さんの CD には韓国名でリリースしていたことから、矢沢永吉さんとジョニー大倉さんを取り違えたマスコミにより、矢沢永吉さんは在日韓国人という誤報が流れ、それが現在までに定着してしまったそうです。岩城浩一さんの世代は在日韓国人、朝鮮人への差別がひどかったため、幼少期からいわれのない差別やいじめを受けて育ったのかもしれません。松坂慶子、高校2年生だった1969年にスカウトされて映画デビューして以降、1973年の NHK 大河ドラマ「国盗り物語」で世間の認知度を獲得し、歌手としても活躍しながら、1970年代末には昭和を代表する大御所女優として確固たる地位を築いた松坂慶子さん。父親が在日韓国人一世、母親が日本人だったことから日韓のハーフということになりますが、生まれた時は韓国籍だったそうです。父親は日本に渡ってきて間もなく帰化したものの、松坂慶子さんが生まれた後のことであり、母親は捨て子で無国籍だったことから、法務省と交渉して日本国籍を取得したとのこと。松坂慶子さんの父親秀明さんは1938年の第二次世界大戦直前に日本に仕事を求めて兵庫県姫路市に渡り住み、仕事上で松坂慶子さんの母親常子さんと出会い、同棲をするようになりました。そして第二次世界大戦終戦後に二人は神奈川県藤沢市に移り住み、秀明さんはリアカーを使った行商をしていたようですが、いくつものビジネスを立ち上げて成功をつかみます。松坂慶子さんは1952年に生まれましたが、早産で未熟児だったことから体が弱く、誤って古い牛乳を飲んだ時に死にかけたこともあったそうです。それでも裕福な家庭で育った松坂慶子さんは、両親のイングリッド・バーグマンのような美しい女性に育ってほしいという願いから、ピアノやバレエ、美空ひばりさんなどの曲を手掛けた昭和を代表する歌謡作曲家古賀政男さんの歌謡レッスンを受けていたとか。また松坂慶子さんは久留米児童合唱団にも入っていたようです。宮古晴美、晴美節といわれる独特の歌唱法で、昭和時代から国民的演歌歌手として活躍してきた宮古晴美さん。1969年11月に発売された週刊誌週刊平凡にて、宮古晴美さんの父親が韓国人、母親が日本人のハーフであることを宮古晴美さんの母親がカミングアウト、この母親のカミングアウトから約7年後の1976年に宮古晴美さんは自身のヒット曲となる「北の宿から」をリリースし、レコード大賞を受賞したものの、世間の反応は在日韓国人のような卑しい羊の人間に与えていいのかというもので、産業経済新聞社発刊の週刊誌「週刊産経」の1976年12月9日号などのメディアで批判が上がったそうです。そのため宮古晴美さんはレコード大賞の受賞を辞退することも考えるほど差別に悩んだそうです。宮古晴美さんは小学校時代、とても喧嘩の強いおてんば娘だったようで、在日韓国人への差別を受けていたことから、母親には勉強はしなくていいから歌を多く覚えなさいと言われて育ったそうです。母親は浪曲漫才トリオ太平トリオのファンだったことから、宮古晴美さんは小さい頃から浪曲歌謡ショーが好きで、代表曲の一つ「あんこ椿は恋の花」でのくどい節回しや拳回しは同トリオの太平夢二さんを参考にするようにという母親からのアドバイスに影響を受けているようです。そのおかげで大ヒットにつながったとも言われています。五木ひろし NHK 紅白歌合戦には横浜黄昏で出場して以来、通算48回出場し、北島三郎さんとタイとなる2位で鳥を飾った回数は美空ひばりさん、
北島三郎さんと並び歴代1位という伝説的な経歴を持つ五木ひろしさん。日本レコード大賞受賞も、大賞をはじめとした各賞を多く受賞してきました。そんな五木ひろしさんの父親は韓国人の鉱山技師であり、京都府での出生時の本名は李和夫でした。また五木ひろしさんの母親は松山菊乃さんという名前で日本人だったことから、五木ひろしさんは日韓のハーフということになります。その後、五木ひろしさんは日本に帰化して通名の松山和夫を名乗るようになったため、元在日韓国人ということになり、帰化してからの国籍は日本人です。11歳年上の姉をはじめ次女長男がおり、五木ひろしさんは4人兄弟の末っ子でした。五木ひろしさんは幼稚園から小学校2年生までの3年間を三重県鳥羽市で過ごし、鳥羽市立加茂小学校に通っていましたが、歌が好きだった父親の影響でこの頃から歌手になりたいと思い始めました。小学校時代の五木ひろしさんは学年で10位以内に入る優秀な生徒で、周囲が野球にのめり込む中で声出しが喉を酷使して悪そうという思いから野球はしなかったそうです。ただガキ大将だったため、地元の祭りや宴会などで歌を披露してお小遣いをもらっていました。その後、父親が鉱山技師を辞めたことで家族で福井県美浜町に移り、建築用石材を扱う会社を立ち上げます。一方で母親は農家をしていましたが、五木ひろしさんが小学校5年生の頃に父親が家を出て行ったため離婚し、朝から晩まで働き同士の女で一つで子供たちを育て上げたそうです。南加穂、美少女役から可愛いお母さん役まで幅広い演技で人気を博し、世界的俳優渡辺謙さんの妻でもあった女優の南加穂さん、2007年1月11日に放送されたトーク番組スタジオパークからこんにちはにて、南加穂さんは在日韓国人3世であることをカミングアウトしました。当時俳優ペ・リョンジュンさんが主婦層を中心に圧倒的な人気を獲得し、最も日本で有名な韓国人の筆頭に挙げられるほど社会現象を巻き起こしました。その後、フジテレビや NHK が韓流ブームに乗って韓国ドラマを定期放送し始めましたが、韓国との歴史認識をめぐる問題などから嫌韓の動きが出始め、2005年の著書「嫌韓流」により嫌韓ブームが起こりました。南加穂さんのカミングアウトはその時期だったため、葛藤や誹謗中傷があったことは想像に難くありません。2012年12月24日に放送されたドキュメンタリー番組ファミリーヒストリーでは、南加穂さんのルーツを探る旅として母方の一族が取り上げられました。南加穂さんのルーツを探るには、西暦700年頃中国唐の時代に生きた玄宗皇帝に仕えていた金王兼という人物まで遡ります。金王兼は使者として42歳の時に日本へ渡航しましたが、帰りの船が難破してしまい朝鮮半島に流れ着いてしまいます。そこで金王兼は当時朝鮮半島を治めていた新羅の王に仕えることになり、金王兼が中国女南の出身だったことから南京忠という名前を授かって政治の補佐役を務めていました。その後、暮らし向きが良くなった運楽さんは家族と一緒に京都へ移り住み、そこで5人の子供に恵まれます。その中の一人が南加穂さんの母親であるチャンシクさんだったということのようです。矢沢永吉さん、高校卒業と同時にギターとトランクだけを持って広島から上京し、1972年にジョニー大倉さんだとロックバンドキャロルを結成したことでルイジアンナでデビューを果たした矢沢永吉さん。矢沢永吉さんは本名にチョヨンギルという名を持つ韓国人で、官報にも1978年6月8日に帰化し日本国籍を取得したと記載があると言われています。実際に官報のものと思われる画像が出回っていたものの、ファンによる調査ではこの話は捏造だと
結論が出されました。矢沢永吉さんが帰化した情報が載っているとされる官報の画像には1978年に日本国籍を取得したとありますが、矢沢永吉さんはその4年前の1974年に仕事でパリに行っています。もし当時在日韓国人であれば、航空券の予約は朝鮮名である必要があり、さらに外国人登録証を携帯しなければなりません。矢沢永吉さんはこの時日本人として普通にパスポートを取得してパリに飛んだことも分かっているため、官報の画像は捏造だと言われています。矢沢永吉さんの国籍が韓国ではないことを証明するエピソードは多々あり、その一つがバイクの運転免許証です。運転免許証は在日韓国人であれば朝鮮名と朝鮮籍が記載されますが、高校時代からバイクに乗っている矢沢永吉さんの当時の免許証は日本国籍、帰化は20歳以上の成人にしか認められていないため、高校時代の免許証が日本国籍というのは証拠であると言えるでしょう。また矢沢永吉さんの免許証は写真集などで公開されているほか、赤坂にあるオフィシャルショップダイヤモンドムーンでも展示されているようで確認することができます。西城秀樹、新御三家として野口五郎さん、郷ひろみさんとともに昭和の大スターとして活躍したものの、2018年5月16日に急性心不全のため63歳の若さでこの世を絶った西城秀樹さん。西城秀樹さんの本名は木本達夫ですが、これは通名であり、1975年12月10日の官報で韓国名ニュールヨンから帰化したという情報があるようです。西城秀樹さんの生年月日は1955年4月13日のため、官報の情報と一致しており、在日韓国人だったことは間違いないでしょう。西城秀樹さんの父親や母親の名前など詳細な情報は明らかにされていませんが、おそらく第二次世界大戦の前後で日本に渡ってきた在日韓国人一世だったと思われます。当時日本に渡ってきた在日韓国人朝鮮人の中には、母国の特色を生かして当時日本にはなかった焼肉屋やホルモン焼き屋を始めて生計を立てている人は多くいました。肉を焼いて食べるという文化は日本にも古来からありましたが、現代でいうところの焼肉の発祥は戦前戦後に韓国から持ち込まれたという説が根強いようです。また当時在日韓国人朝鮮人は制御にはつけなかったため、廃品回収業や飲食店風俗業しか仕事がありませんでしたが、中には密造酒製造販売パチンコ店などで成功し資産家になった人もいました。西城秀樹さんの父親もそうした成功者の一人だったのでしょう。手広く稼いでいる敏腕社長の父親は非常に厳格で、実家では父親が絶対的だったため、帰ってくると家族全員玄関で正座して出迎えていたそうです。安田なるみ、中学時代にスカウトされて1981年に花王ビオレの CM で芸能界入りすると、ジブリアニメ風の谷のナウシカのテーマソングで女優や歌手として活躍し、トンネルズの木梨憲武さんと結婚して3人の子供に恵まれた安田なるみさん。安田なるみさんが在日韓国人だと初めて世間に知れ渡ったのは1994年のこと。ヒロイン役で出演した NHK 連続テレビ小説春よ来いを途中降板した際に、評論家の塩田丸雄さんが、安田さんは在日だから植民地の朝鮮で荒稼ぎする日本人の娘を演じたいわけがないと言い放ち、在日韓国人だとバラしてしまいました。この塩田丸雄さんの発言は不適切だとして批判が殺到し、以降塩田丸雄さんは表舞台から姿を消すことになります。そしてこの翌年に安田成美さんと木梨憲武さんは結婚することになりますが、ネット上では在日韓国人だと世間に知れ渡ったことから二
不当な風評被害を避けるために極秘裏に結婚式を挙げたと言われてきました。その理由は安田成美さんの両親が在日韓国人のため、新婦側の親戚が結婚式にはチョゴリを着てくる可能性が高いことから、マスコミなどもシャットアウトしたというものです。しかし安田成美さんと木梨憲武さんは大々的に結婚式を挙げ、芸能人や有名人など合計500人を招いて盛大な披露宴を豪華客船で挙げたそうです。安田成美さんは自ら在日韓国人だと明かしたわけではありませんが、安田という名字は在日韓国人、朝鮮人が通名として使うことが多いことから漢方を調べた人がいました。その漢方の情報によれば、安田成美さんの韓国名はチョン・ソンミとのこと。安田成美さんの父親が韓国民団の幹部だという噂もあるようですが、宝塚歌劇団のアラン・ケイさんと混同されて情報が流れてしまった可能性が高いようです。錦野明、1970年にもう恋なのかでレコードデビューし、続くシングル空に太陽がある限りで自身の代表曲となる大ヒットを飛ばし、スマートなルックスと抜群の歌唱力で若い女性ファンからの人気を集めた錦野明さん。韓国人だという話は有名です。男性アイドル歌手として絶大な人気を誇っていた1972年、週刊誌を通じて帰化していることを公表しました。錦野明さんが韓国籍に帰化したのは1961年で、家族揃って日本国籍を取得したといいます。帰化しているため日本人で、日本名の本名も錦野明、帰化する前の韓国名はキム・ミョンシクというそうです。もともとは韓国籍だった錦野明さんですが、生まれも育ちも日本で日本語しか話せません。また韓国籍だったことを公表した理由については、なぜ隠すのかよくわからない、隠す必要もないしわざわざ言うこともないと語り、自然な形で公表することを選びました。錦野明さんは韓国で暮らしたことはないものの、2013年8月15日には韓国が日本の植民地支配から解放されたことを祝う光復節の第68周年記念式典に出席し、ステージで歌を歌いました。日本に生まれ育ち日本で暮らしてきた錦野明さんですが、ルーツである韓国の歴史も大事にしているようですね。召集力、革命戦士と呼ばれるアマチュアレスリング出身の伝説的プロレスラーで、専修大学在学中には韓国代表のレスリング選手としてミュンヘンオリンピックに出場した召集力さん。長州力さんは両親の代で日本に渡ってきたため在日韓国人2世であり、韓国名は郭光男。朴漢雲、2016年に帰化して日本国籍を取得しています。長州力さんの両親は第二次世界大戦直前の1939年に韓国中部の中西北道から日本に渡り、廃品回収業をしていました。言葉がわからない在日韓国人、朝鮮人が日本に渡ってきてつける職業といえば飲食店か風俗業界、そして長州力さんの両親のように廃品回収業などでした。制業につけない在日韓国人、朝鮮人の家庭は当時激しい差別の対象であり、それは長州力さんも例外ではありませんでした。長州力さんの父親は非常に短気で血の気の多い人だったようで、怒ると物で殴られたため現在まで残っている傷もあると語っています。家はトタン屋根でできたようなボロ屋で極貧でしたが、長州力さんは4人兄弟の末っ子であり、非常にわんぱくで外で遊ぶのが大好きだったことから、川で泳いで魚を取ったり、他人の柿の木から柿を盗んで食べていました。また長州力さんは海岸で拾った海藻を集め魚釣りの餌として釣り人に売ってお小遣いを稼いでいたこともあるそうです。終章、優秀の美で締めましょう。今回たどった韓国籍を持っていたことのある芸能人たちに関する歴史の糸はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただき
ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。